ステップで出した y の推定値、y の分布の推定、確率分布の推定値を使って、まあこの式で重み w が求まります。e プラス1回目の収縮計算で求まる w っていうのはこうです。これで平均も分散も重みも求まったと。で、この求まった平均分散重み、これがまあ要は θ t プラス1になって、それを使って e ステップでまた y の分布を求めて、で y の分布を使ってまた μσw を最適化する、これをずっと繰り返していくということをやっていきます。混合正規分布、混合ガウス分布の、混合ガウス分布に EM アルゴリズムを使って、データがまあ、データの分布に一番合うような混合ガウス分布を求める方法というのは、こういう手順を踏んでいけばいいと。までいいですか。で、じゃあまあモデルはなんかデータから平均分散重みをこう最適化して、最適な混合正規分布、混合ガウスをまあ得られたとしましょうと。じゃあこれをどうやって使うんだって話で、例えば観測データがなんかある観測データがこう入ってきましたと。これがどの正規分布から出てきたのかと。その正規分布から生成されたのかな。これちょっと考えてみましょうと。こう稽古の山があるんですけど、今の観測データがどんな山から生まれてきたものかというのを考えると、でそれはどういう計算かっていうと、まあ求めたい山っていうのは、X 観測データ X の条件のもとでの、まあ、なんかクラス、まあ、山の番号、それぞれの山の番号の確率というこの上限確率をこうかけますと。で確率が一番高い山はどれかっていうのを求めるっていう問題になります。でちょっとだけこれを式変形すると、
まあ、このここに書いてる確率の掛け算割り算、これが一番大きくなる y を見つけてきなさいと。でこの分母を見てもらうと、こう y をまあ1番2番って書いたところで分母の値はまあ変わらないんですよ。なので結局分子が最大になる場合を見つけてきなさいっていう問題になります、これは。分子が大きくなる場合を見つけてきなさいと。でまあまあ書くまでもないかもしれないですけど、これはまあ狂気確率で、狂気確率でまあ何回も書いてますけど、こうでこうでこれで計算できるんですね。xy っていうのはこういう式でしたと。これ今日の授業の初めの方でどっかに書いてるかと思います。結局 x っていう観測データがどの山から出てきたのかっていうのを求める問題っていうのは、この x かつ y っていう狂気確率が最大になる y を見つけてくる問題です。でまあまあごめんなさい、これシグマいらないです。で、まあ、y に1を入れた場合、y に2を入れた場合、それぞれ計算して、まあ、一番大きい数値はどれかっていうのを探してあげればいいと。そうすると、x がどの山から出てきたのかでも分かるので、これある意味、一個一個の山がクラスで、今の観測データがどのクラスに属してくる、属するのかっていうのを、まあ、分類式でする話につながります。山っていうのはグループデータの塊なので、どのデータの塊から出てきたのかと、どのクラスターから出てきたのかっていう識別分類問題、まあ、これで解けますよと。